皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルだ。ヘリだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオン日産 GTR スカイラインです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2023年の元日に発売された新しいレゴスピードチャンピオンです。レゴスピードチャンピオン3代目の日本車になってます。この外箱めちゃめちゃかっこいいですね。ここにファーストフリーを押すっていうのかな、日産のマークがあります。箱の後ろはこんな感じです。箱の下には日産のオフィシャルライセンスがあります。ちなみにこちらは3280円で買いました。ピース数は319個です。それでは早速作っていきたいと思います。はい、まずは組み立てが終わりました。さすがレゴスピードチャンピオンですね。この時点でめちゃくちゃ完成度が高いです。あ、それとちょっと一部組み立て間違えてました。ごめんなさい。ちなみにこちらは45分で作り終えました。では今からこちらのシールを貼っていきます。せーので、完成、日産 GTR スカイラインです。うわぁ、かっこいい。ちなみにシール貼りなんですけど、10分で貼り終えました。はい、まずはこちらが付属するドライバーのミニフィグです。全体はこのようになってて、このミニフィグの服めちゃくちゃシンプルですね。なんか自動車整備の人みたいですね。そういえばこちらタイトルがワイルドスピードって書いてあるので、もしかしてワイルドスピードの登場人物なのかな。はい、こちらが日産スカイライン GTR です。めちゃくちゃかっこいい。ちょっと大変申し訳ないんですけど、僕基本的に車めちゃくちゃ好きというわけじゃなくて、レゴスピードチャンピオン自体が好きなので、今回はちょっと間違ってるところもあれば、あんまり分かんないこともあるので、そこはちょっとご了承ください。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じです。いやすげえな。スカイラインのベースカラーはグレーで、一部ブルーが使われています。僕どっちかっていうとなんか外車っぽく見えるんですけど、れっきとした日本車です。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分になってます。今までのレゴスピードチャンピオンの日本車ってフロント部分のライトってシールだったんですけど、スカイラインはクリアパーツになってます。グリル周りはシールになってます。そして僕が一番好きなのは、このちょっと見えづらいですけど、ここに GTR のプリントパーツがあります。僕こういったプリントパーツめちゃくちゃ好きなんですよね。はい、続いて
横側はこのようになってます。横側についてはがっつりシールで色分けされてるんですけど、ここだけプリントパーツになってます。ホイール部分はシルバーになっていて、すごい本物感があります。さすが日産監修だけもあって、めちゃくちゃ気合が入ってます。上から見るとこんな感じで、下から見るとこんな感じです。はい、後ろ側はこのようになってます。後ろ側のライトのパーツの使い分けめちゃくちゃすごいですね。そして後ろには GTR のロゴと東洋タイヤのロゴがあります。では続いては操縦席を見ましょう。はい、こちらが操縦席になってます。今回の GTR スカイラインは一人乗り用になってます。表面から見るとこのようになっていて、ここがおそらくエンジンの一部 でメーターがあって、ちょっと見えづらいですけど、正面にはカーナビとラジオがついてて、ここがサイドブレーキになってます。では付属のミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。そしてこのまま転がし走行で遊べれます。結構滑らかに動きます。では最後はいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃーん、日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。おお、同じ日産の車が並ぶのめっちゃかっこいいですね。まあ大きさは一緒なんですけど、造形的にやっぱニスモと似てますね。続いてじゃーん、トヨタのスープラと並べるとこんな感じです。あ、やっぱ色も造形も全然違いますね。はい、そして今発売されているレゴスピードチャンピオンの日本車を全部並べるとこんな感じです。いや、めちゃくちゃかっこいいなこの並び。今出ているのが日産とトヨタなので、次はおそらくホンダが出るんじゃないかなって思ってます。もし出るのであればホンダの NSX を出してほしいです。出たら2個買って1つトライドロンにまあちょっとしようかなって考えております。はい、レゴスピードチャンピオン日産スカイライン GTR はこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオン日産スカイライン GTR を組み立ててレビューしていました。まずこの日産 GTR を組み立てた時点で完成度がめちゃくちゃ高くて、さすがレゴスピードチャンピオンだなって思いました。久しぶりにレゴスピードチャンピオン作ったんですけど、スカイラインは結構組み立てやすかったです。これは日本車が好きな人にはめちゃくちゃおすすめできるセットです。何度も言ってるんですけど、次のレゴスピードチャンピオンの日本車はホンダの NSX にしてほしいです。今回の日産スカイライン GTR はとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。